本能寺の変、歴史に隠された裏切り者も戦。1、明智光秀の裏切り。光秀が裏切った理由。明智光秀が本能寺の変で織田信長を裏切った理由は、未だに多くの謎に包まれているが、いくつかの説が有力とされている。光秀が裏切った理由としては、信長からの度重なる侮辱や冷遇が影響したとする個人的怨恨説がある。光秀は智将として知られていたが、信長はしばしば光秀を人前で恥ずかしめたという。また、信長の過酷な統治や政策に対する反発も挙げられる。このほか、信長の勢力拡大によって自らの立場が脅かされると感じた光秀が、自分の勢力を守るために決起したとも考えられている。例えば、ある逸話では、信長が宴席で光秀のハゲ頭を手で撫で、侮辱したという。この事件は光秀にとって屈辱的なものであり、信長への不満が頂点に達した瞬間であったとされている。また、光秀は領地問題や家臣たちの処遇においても信長と対立していた。このような背景が、光秀の裏切りを決意させた要因の一つとされる。結局のところ、光秀の裏切りの理由は複数の要因が絡み合った結果であり、どの説も決定的な証拠がなく、真相は謎のままである。しかし、これらの説は光秀の行動に理解を示すための重要な手がかりとなっている。裏切りの計画と実行。明智光秀は、周到に計画を練った上で、本能寺の変を実行に移した。光秀は、信長が京都にいる隙を狙い、わずかな兵力で本能寺を襲撃する計画を立てた。この時、信長の主力軍は他の戦場に出払っており、京都の防備は手薄であった。また、光秀は当初から信長を討つ意図を周囲に悟られないよう、秘密裏に準備を進めていたと考えられている。光秀は1582年6月1日、信長の命で中国地方への援軍に向かう途中、急に進路を変えて京都へ向かった。この突然の行動は、事前に極秘に計画されたもので、京都到着後、光秀は素早く信長のいる本能寺を包囲し、6月2日の早朝に攻撃を開始した。信長は冬を疲れ、防備もないままに戦い、壮絶な最後を迎えた。光秀の計画は見事に成功し、一時的には天下を手中に収めたが、光秀の計画はその後の情勢により破綻し、悲劇的な結末を迎えることになった。光秀のその後と最後、本能寺の変後、明智光秀は天下統一を目指すも、短期間でその夢はついえ、最後を迎えることとなる。本能寺の変を成功させた光秀であったが、光秀の天下は長続きしなかった。光秀は変後、すぐに京都を掌握し、後継者として織田信孝を擁立するなど、政権掌握を図った。しかし、羽柴秀吉が迅速に動き、中国大返しを成功させ、わずか数日で光秀に迫った。この迅速な軍事行動が、光秀の政権を脅かす最大の要因となった。本能寺の変からわずか11日後、光秀は山崎の戦いで秀吉の軍と対峙したが、圧倒的な兵力差と不利な状況に追い込まれた。光秀の軍は総崩れとなり、敗走した光秀は近江の国、坂本城へ向かう途中、オグルスで土民によって撃たれたという。光秀の死はあまりにも突然で、わずかな期間で天下の夢がついえたのである。明智光秀の裏切りは、日本史において最大のクーデターともいえる事件であったが、その後の光秀の運命は皮肉にも、すぐに破滅へと向かうこととなった。本能寺の変をめぐる光秀の選択は、光秀に一時的な成功をもたらしたものの、最終的には失敗に終わった。2、柴田勝家の不信。信長への不満。柴田勝家は、織田信長に対して不満を抱いていたとされるが、その理由は複雑である。柴田勝家は、織田、家中での重臣として数々の戦功を挙げていたが、次第に信長の政策や人事に対する不満を募らせた。信長は新しい考え方や若手の登用を好み、革新的な政策を実行していたが、勝家は伝統を重んじる保守的な性格であり、信長のやり方に反発を覚えたとされる。また、信長が羽柴秀吉を重用し、勝家の地位が脅かされていることにも不安を感じていた。信長が行った政策の中には、軍事面での革新や中央集権化があり、これに対し、勝家は自らの立場や伝統的な価値観を守るために反対することが多かった。また、羽柴秀吉の台頭により、信長が秀吉を優遇したことにより、勝家は自身の影響力が低下するのを危惧していた。特に、
信長が中国攻めを指示した際、秀吉を先に抜擢したことが勝家にとって不満の種となっていた。信長への不満と不信感は勝家が織田家中での地位を揺るがす結果となり、後の対立の原因となった。これらの不満は信長の政策に対する根深い反発を生み出し、勝家の行動にも影響を与えることになった。本能寺の変での動き。本能寺の変が発生した際、柴田勝家は信長の死後の状況に即座に対応しようとしたが、迅速な行動には限界があった。本能寺の変の発生は柴田勝家にとっても突然の出来事であった。勝家は信長の側近として長らく務めてきたが、変が起こるまで具体的な反応を示すことはできなかった。変が起こった当時、勝家は北陸地方の守備に当たっており、京都での出来事に即座に介入することが困難だった。そのため信長亡き後の織田家の権力構造において迅速に対応できなかったことが勝家の地位に影響を及ぼした。本能寺の変の直後、勝家は迅速に軍を動かし織田家の混乱を収拾しようとしたが、すでに羽柴秀吉が中国大返しを成功させ、京都周辺を掌握しつつあった。このような状況において勝家は織田家の他の重臣たちと共に協力し体制を立て直すことを試みたが、秀吉の素早い行動に阻まれ主導権を握ることはできなかった。本能寺の変は柴田勝家にとって信長亡き後の織田家を支える重要な局面であったが、勝家の動きは秀吉の迅速な対応に対して後手に回る結果となった。このことが勝家の影響力低下を招き、織田家中での地位を揺るがす一因となった。柴田勝家の結末。柴田勝家は本能寺の変後、織田家中の権力闘争に巻き込まれ、最終的にはその地位を失い悲劇的な結末を迎えた。本能寺の変後、柴田勝家は織田家中の実力者として権力の掌握を試みたが、羽柴秀吉との対立が激化した。信長亡き後の権力争いにおいて秀吉は迅速に政権を掌握しつつあり、勝家は次第に孤立していった。秀吉の策略と政治力により、勝家は織田家中での影響力を次第に失っていく。1583年、勝家は静ヶ岳の戦いで羽柴秀吉と決戦に挑んだが、秀吉の巧妙な戦術と信長の維新たちの多くが秀吉側についたことで勝家の軍は敗北した。この戦いに敗れた勝家は拠点である北の庄城に戻り、妻のお市の方と共に自害する道を選んだ。勝家の死は信長に忠誠を尽くした武将としての生涯を閉じるものであった。柴田勝家の結末は、織田信長に忠誠を尽くしながらも信長亡き後の織田家中の権力闘争に敗れた武将の悲劇を象徴するものである。勝家の最後は日本の歴史において名将として語り継がれる一方で、変動の時代における武将の運命を如実に示すものであった。3. 羽柴秀吉の策略。秀吉と光秀の関係。羽柴秀吉と明智光秀の関係は複雑であり、本能寺の変をめぐる重要な要因となった。秀吉と光秀は共に織田信長の重臣であり、それぞれ信長の軍団を率いていたが、二人の関係には緊張感があったとされる。秀吉は出世を重ね信長の信任を得て勢力を拡大していたが、光秀は秀吉の台頭を脅威と感じていた。光秀の裏切りが秀吉にとって信長の後継者としての立場を確立する好機であると考えた可能性がある。秀吉は光秀と共に織田家の拡大に貢献してきたが、信長が光秀を冷遇し秀吉を重用するようになったことで二人の間に亀裂が生じた。また本能寺の変の直前には信長から秀吉への命令が優先されることが増えており、光秀の不満を助長した。秀吉はこれを利用し光秀の裏切りを信長の後継者としての地位を確立するための一手と捉えたと考えられる。羽柴秀吉と明智光秀の関係は信長亡き後の権力闘争において重要な要素となり、秀吉はこの状況を巧みに利用して勢力を拡大した。本能寺の変は秀吉にとっても一つの転機であり、秀吉の政治的手腕が発揮された場面でもあった。本能寺の変直後の行動。羽柴秀吉は本能寺の変直後、迅速かつ計画的な行動によって状況を掌握し天下統一への足がかりを築いた。本能寺の変が起こった際、秀吉は中国地方で毛利家との戦いに従事していた。しかし信長の死を知るや否や秀吉は瞬時に状況を理解し
戦線を放棄して京都へ向けて進軍を開始したこの中国王が絵師と呼ばれる驚異的な行動は秀吉の戦略的思考と迅速な決断力を象徴している。1582年6月、秀吉はわずか10日間で 200km 以上の距離を軍勢と共に移動し京都へ到着した。この急速な進軍は敵対勢力に不意をつかせ光秀の備えを崩壊させる決定打となった。さらに秀吉は信長の後を継ぐために織田家の重臣たちと協議を重ね光秀討伐に向けた正当性を確保した。秀吉の素早い対応により明智光秀は山崎の戦いで敗北し、秀吉はその勢いを保ち続けた。羽柴秀吉の行動は本能寺の変後の混乱した情勢を一気に収束させる大きな要因となり、秀吉の天下取りの基盤を確立した。秀吉の迅速かつ果敢な行動は後に日本を統一するための礎となったのである。秀吉の台頭。羽柴秀吉は本能寺の変後の混乱を巧みに利用し、短期間で織田家中の主導権を握り、天下統一への道を切り開いた。秀吉は信長の死後、織田家中での権力争いを制し、実力者としての地位を確立することに成功した。本能寺の変を機に秀吉はその卓越した軍事力と政治力を駆使し、織田家の他の重臣たちを巧みに操り、政権を掌握した。さらに秀吉は戦後処理を迅速に行い、他の大名たちとの関係を再構築することで自らの勢力を拡大していった。静ヶ岳の戦いにおいて秀吉は柴田勝家を打ち破り、織田家中での主導権を完全に掌握した。また秀吉は信長の意志を継ぐ形で織田家の家臣たちを統合し、新たな秩序を築いた。秀吉の統率力と政治的手腕は秀吉を信長の後継者として押し上げる大きな要因となり、最終的には豊臣政権を樹立するに至った。羽柴秀吉の台頭は本能寺の変という混乱の時期を逆手に取り、秀吉の政治的野心を実現するための重要なステップであった。秀吉の卓越したリーダーシップは後の日本の統一に向けた道筋を切り開き、秀吉を歴史に名を刻む偉大な武将として確立することとなった。4、丹波の国の大名たちの動向。光秀への協力と裏切り。本能寺の変において丹波の国の大名たちは明智光秀に一時的に協力するも、最終的には光秀を裏切る動きを見せた。丹波の国の大名たちは当初織田信長が討たれたことによる混乱に乗じて勢力を拡大しようとした。明智光秀は信長を討ったことで一定の影響力を持ち、丹波の国の大名たちに対して協力を求めた。丹波の国の大名たちも織田家中での新たな権力者として光秀に期待を寄せたが、羽柴秀吉の迅速な対応により状況は急変した。秀吉の勢力が急速に増大し、光秀の地位が不安定になると丹波の国の大名たちは生き残るために方針を変更した。本能寺の変直後、丹波の国の一部の大名は光秀の援軍として動員されたが、丹波の国の大名たちの多くは秀吉の勢力が迫るにつれて光秀から離反した。例えば細川藤孝は光秀に従わず秀吉側に協力する姿勢を示した。このような動きが光秀を孤立させ、光秀の失脚を早める一因となった。丹波の国の大名たちは当初は明智光秀に協力したものの、光秀の地位が脆弱であることを悟ると、自己保身のために光秀を裏切る選択をした。この行動は光秀が短期間で失脚する要因の一つとなり、秀吉が政権を掌握するための重要なステップとなった。大名たちの思惑。丹波の国の大名たちは本能寺の変後の混乱の中で各々の思惑を持ちながら勢力拡大や生き残りを図ろうとした。本能寺の変は織田信長という絶対的な支配者を失ったことで、多くの大名たちにとって権力の再編のチャンスであった。丹波の国の大名たちはこの機会を利用して自らの領地や影響力を広げることを考えたが、同時に新たな権力者の出現に備えて立場を保つ必要もあった。丹波の国の大名たちは状況を冷静に分析し、誰に味方するかを慎重に選んだ。例えば細川雄斎は丹波の国の支配を維持するために信長亡き後の情勢を注視し、光秀と秀吉のどちらが優勢になるかを判断していた。また筒井順慶は初めは光秀に味方する姿勢を見せつつも、後に秀吉に従うことで生き残りを図った。これらの行動は
丹波の国の大名たちがいかに自らの生存戦略を考え柔軟に対応していたかを示している。丹波の国の大名たちは本能寺の変後の混乱期においてそれぞれの思惑に基づいて行動し新たな時代に適応しようと努めた。その結果丹波の国の大名たちは時には敵対し時には同盟を組むことで変動する政治情勢に対処していった。丹波の国のその後本能寺の変後丹波の国は羽柴秀吉の勢力下に置かれ次第に豊臣政権の支配体制に組み込まれていった。秀吉が明智光秀を討った後秀吉は迅速に日本各地の大名たちを取り込み豊臣政権の基盤を固めていった。丹波の国も例外ではなく秀吉はこの地域の大名たちに対して忠誠を誓わせることで安定化を図った。秀吉は領地の再配分や新たな政策を通じて丹波の国を含む西日本全体を統一しようとした。本能寺の変の後丹波の国の統治は細川忠興などが任命され秀吉の政策の下で管理されるようになった。また秀吉は丹波の国の大名たちに対し丹波の国の大名たちの領地を保障する代わりに自らへの忠誠を要求し反乱の芽を摘むための方策を講じた。この結果丹波の国は豊臣政権の統治に組み込まれ比較的安定した時代を迎えた。丹波の国は本能寺の変後羽柴秀吉の巧みな政治力によって統制され豊臣政権の一部として平和な時代を築いた。秀吉の支配体制は織田信長の死後の混乱を収束させる重要な役割を果たし秀吉の天下統一の礎を築くこととなった。5. 本能寺の変をめぐる謎の人物たち。裏で糸を引いた者たち。本能寺の変には裏で糸を引いたとされる謎の人物たちが関与していた可能性がある。本能寺の変は明智光秀の単独の決断によるものとされているが陰謀論的な視点では複数の人物が陰で関与していたと考えられている。信長の急激な権力拡大に対する反発や当時の複雑な政治状況から他の有力大名や幕府関係者が関与していた可能性が取り沙汰されている。特に細川雄斎や足利義昭など信長に不満を抱いていた者たちが密かに光秀を支援したとする説がある。細川雄斎はかつての主君である足利義昭との関係が深く義昭が信長に対して反発していたことから雄斎が光秀を裏で支援したという説がある。また堺の豪商たちが経済的な理由から信長を排除したかったと考え堺の豪商たちが光秀を陰で援助したという説も存在する。これらの人物たちが陰謀の黒幕として関与していた可能性は否定できない。本能寺の変を裏で糸を引いた者たちの存在は事件をさらに複雑で謎めいたものにしている。彼らの動機や役割を探ることは歴史の裏側を解明する重要な鍵となるかもしれない。謀反に関与した家臣たち。本能寺の変において明智光秀に従った家臣たちもまた重要な役割を果たした。光秀の謀反には光秀に忠誠を誓う家臣たちの協力が不可欠であった。光秀の家臣たちは主君の命令に従い計画を実行する上で重要な役割を担った。家臣たちの動機は光秀への忠誠心や織田信長の支配に対する反発であったと考えられる。さらに家臣たち自身の出世や領地拡大を狙っていた者もいた可能性がある。明智光秀の右腕として知られる斎藤利光は変の際に積極的に動き信長攻撃の先鋒を務めた。他にも光秀の家臣である明智秀光や溝尾重友などが各地で反信長勢力を糾合しようとしたが秀吉の迅速な対応によって計画は崩れた。家臣たちは主君に忠実でありながらも結果的に光秀と共に滅んでいった。光秀の家臣たちは本能寺の変を実行する上で不可欠な存在であったが家臣たちの行動は秀吉の迅速な対応によって阻まれ光秀と共にその運命をたどることになった。家臣たちの決断と行動は本能寺の変を理解する上で重要な視点となる。謎の人物たちの運命。本能寺の変に関与したとされる謎の人物たちは変後にそれぞれ異なる運命をたどることになった。本能寺の変は多くの陰謀説や仮説を生み出しその中で関与が取り沙汰される人物たちの運命は事件の結末に大きな影響を与えた。謎の人物たちは事件後の権力構造の変化や政権の移行に伴い異なる立場や選択を迫られた。足利義昭は本能寺の変後秀吉の政治的な圧力の下で一時的に失脚したが
その後もなお室町幕府の再興を試み続けた細川雄斎は秀吉の傘下に入り丹後の国を与えられてその勢力を保った。また変に関与したとされる豪商たちは秀吉の政策に従うことで生き残りを図った。このように豪商たちは変後の状況に応じてそれぞれの運命をたどった。本能寺の変に関与したとされる謎の人物たちの運命は事件後の日本の歴史に多大な影響を及ぼした。謎の人物たちの選択とその後の行動は歴史の大きな流れを形成し後世に語り継がれることとなった。